ょっとね押してちょっと遅めだから始めますか。はい、はい、じゃあ最初の曲明日への一歩聴いてください。動画とかアップして活動してるんですけれども、そのつながりで昔電波少年で K
検証生活をやってたなすびさんがね、あの福島出身なんですよ。で、あの 3.11 の時の復興のためにお金だけじゃさ、あのなんかもっと愛とか勇気とかなんか元気をね届けたいってことで、この間2ヶ月前にエベレストに登頂するって言って、エベレストにね旅立って行かれたんですよ。でぜひその応援ソング作りたいってことで、作った曲です。なので、みんなのね応援ソングでもあるので、まだヒューマンキューブのホームページで無料でダウンロードできるので、今の曲よかったら、ホームページアクセスしてみてください。でなすびさん、あとね、あのもう一歩のところで登場できなかったんですって。でこの間ね帰ってきてね、ツアー終わってから福島にね一緒に行ってね、成田に帰ってこられまして、でそのまま福島行くっていうことで一緒に車に乗って福島、この間一昨日、先一昨日、2日前っていうのに行ってきたんですけど、なすびさんのご両親、お母様にお会いしてまあ、なんも言うことはないんですけど、なんかそれだけ、それもね、YouTube に探せば出てくるんですけど、はい、とっても感動的だったよね、うん、そうですね。あとちょっとだったけどね、でもすごいなんかいっぱいいただけるものが、込み上げるものもあったので、まだ知らない方よかったら調べてみてください。よろしくお願いします。